お願いします。どっちも痩せたのかな、こっちを消しとくね。ほいほいほい。でははい、お願いします。では行きます。はい、サッチーの気まぐれラジオ。時刻は午後8時半を回りました。サッチーの気まぐれラジオのお時間です。 MC はサッチーとミキサーのキャンです。この番組は FM ギノワンから午後9時まで放送します。皆様最後までお付き合いくださいということで、なんと、収録上では今月曜日なんですが、はい、オンエアでは、はい、なんと100回を迎えることができました。ありがとうございます。皆さん、まさか100回に行くとは夢にも思わず。セレモニーですね。セレモニーですね。なんかこうも続くもんかと私はびっくり仰天でございます。未だに。いや、100回って結構な回数ですよ。そうそうそう。私もびっくりしたけど、このカレンダーに書いてるんですね、毎回毎回。はい。で、あ、今日何回なんだ、今日何回なんだって言ってるうちに、あっという間に今月末、お、100回みたいな。おー。早いようで何なんだろうとか思いながら。と思いつつ、今回の収録をしております。番組の紹介をしたいと思います。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは、気まぐれ。sachi@gmail.com です。アルファベット小文字で、kimagure.sachi@gmail.com です。また、YouTube とツイキャスで収録の様子が見られます。収録は毎週月曜日の18時頃からやってます。ツイキャスのアカウントは FM ギノワンセカンドで、リスナーさんからのツイキャスのコメントはどんどん拾っていきます。X ではハッシュタグ、気まぐれラジオをつけてこすってくださいね。ということで、今週の一曲に行きたいと思います。お願いいたします。夜遊びで舞台に立ってです。どうぞ。オリンピックも終わっちゃった。終わっちゃった。でも来年は、うんうん、世界陸上があります。あ、そっか。なんか小田さんが復活するかもしれないという噂が。え、そうなの？はい。そうなんだ。小田さんか。あなたを笑ってくれる。またこの曲も聴けるってこと？かもしれないですね。ああ、いいね。いいね。小田まさ、小田和正さんね。わら、わら。これあれだな。ツイキャスはスマホで見た方が早い系だな、今日は。うん。なんせあの手が届かないというパソコンから。そうなんですよね。このやり方にすると。やっぱ台から下ろします？どのぐらいかな。次からでいいです。はい、次からでいいです。
どにしろスマホはいじいじしながらやってるんで。いじいじしながらの。最近この曲よく聴いてて、なんだ、車？車で、Bluetooth で。いいですね。そう。だから、この曲は、流そうと思って今日。いやさすが、って感じですよね。うんうん。でもこれ、ジャケットの絵が、ヒロアカっぽい。いろんな人に描いてもらってそうな絵なんですけど、うんうんうん、ちょっとこれ気になるな、後で調べよう。あれですね、この後ジングルですよね。はい、はい、お聴きいただいたのは夜遊びで舞台に立ってでした、今回からちょっとジングルをプラスいたしました。はい、コメントにも来てる沖縄大好きさんがわざわざジングルを作ってくださって送ってくださったのを採用させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。では早速今週のテーマに行きたいと思います。お願いします。今週のテーマはスポーツあれこれパート2です。先週めっちゃ話が盛り上がりすぎましてメールも読めなかったっていうパターンだったので、はい、今回はそのままのテーマにいたしました。お願いします。キャスの方が届いてますので紹介していこうと思います。カープボーイさん、サッチーさん、キャンさん、皆さんこんばんは。ワンワン、さっきちょっと雨降った。あ、そっか、なんか、宜野湾近辺片振りしたっていう、さっきなんか X で言ってましたね。あ、そうなんですね。そうそうそう。高保さん、こんばんは。こんばんは。沖縄大好きさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。高保さんも沖縄大好きさんも、祝100回おめでとうと来てます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか言い方が、あれみたい、居酒屋みたい。ありがとうございますっていうね。やばいっしょ居酒屋じゃない。カープボーイさん、テーマ、スポーツパート2。しかし、カープはなんで9月にそんな勝てないかな ?9 月に入るまで首位だったのに、9月だけに20敗以上してる。わお、そんなに？ちなみに去年も9月だけで18敗ぐらいしているわ。なんで9月に勝てないかねと来てますね。ですね。いつもなんか後半でガタガタとしてしまう、なんかそういう印象ありますね。なんかありますね。高保さん、私の先週の番組の YouTube 動画が SME のコンテンツに触れてブロックされてますって。なんでかね、音楽使ってないしって来てますよ。あら。あらまあ、困ったね。なぜだろう。なぜだ、なぜだ。ナルトルさん来ております。お疲れ様です。お疲れ様です。野球、サッカー、モータースポーツをメインにスポーツ観戦大好きです。と来てますね。モータースポーツも楽しいですもんね。そう、楽しいのよね。で、オフトークの時に、来年でしたっけ？世界陸上が行われるっていう、はい、それも東京でありますからね。あ、東京なんだ。はい。へえ。近いうちっていうか、金額見れたら、ちょっと見に行きたいな。見れたらの話だった。見れたら見たいですね。生で見てみたい。いやー、生の陸上選手の走りはすごいと思うんですよ。だよねー。
先週、実は沖縄大好きさんからメール来てたんですが、読めなかったので、ここで紹介したいと思います。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、昨日大好きで叫ぼう25回目の放送を迎えた沖縄大好きです。おめでとうございます。25回。ありがとうございます。メッセージテーマ、沖縄あの店この店ではなく、スポーツのあんなことそんなことでもなく、テーマスポーツあれこれ、久しぶりにテーマボケ失礼しました。中高ではスラムダンクの影響でバスケ部にいた僕、ポジションはセンターをやってました。あ、確かにセンターできそうだね、沖縄大好きさん。うん、マイボールも今も持ってます。小6の頃、父親に初めてバスケットボールを買ってもらったのですが、買ってもらったのは7号ボールでした。え、小6で7号ボールはでかいよ。うん。小学生ミニバスケなら5号級、中学生は6号級なのですが、うんうん、僕は高校から一般向けのボールを使ってました。そのボールもボロボロになり、空気も抜けやすくなってなので、ずっと前に処分して新しいボールを買いました。時間があれば自分がやりたいと思うときは、ボールを持ってコートにシュート練習もできますよ、と来ております。私も、先週行ったんですけど、バスケやってて、なぜ三郷高校、私が行ったときは、身長が、高い子でも162、3ぐらいの意外とちっちゃいチームだったので、はい、で私が155あるんですけど、それでもセンター守ってって言われてね、センターやりましたよ。まさかね、私こんなチビなのにセンター守れって普通言うかねと思って。思いながらやってたんですけど、結構小雑魚の2軍と試合したときに、ずっとセンター守ってて、一回もファウルしなかったです。なんとまあすごい。今週ちょっと、あれだな、2通ぐらい、DM も来てるので先に紹介しましょうかね。お願いします。テーマ、スポーツあれこれということで、ヤンポーさんからいただきました。ありがとうございます。なんか久しぶりですね。はい。サッチーキャンチーこんばん、こんばんちー。こんばんちー。ヤンバル東さんからヤンポーが参上して、僕が中1の時の先輩に、ボッキっていう呼ばれた、3年の先輩がいた。サッカーの試合で顧問の先生は、余裕と判断したのか、勃起を出してみようかって言い寄った。してから中学3年間で初めて勃起が試合に出ることになった。主犯のホイッスル、主犯のホイッスルと同時に勃起が叫んだ。10番殺せ、それは、ダメ。と、もちろん、主犯からのイエローカードが出され、ボッキは、寿命がわずか15秒ぐらいで終わった。ということで、来ております。ダメですね。ダメですね。ダメですね。それはいかんよ。はい、いや、さすがにそれはないわ。はい、秒殺だ、秒殺。はい、ワンチャン内調大会だと死なせーぐらいってわからないかもしれないですけどね。うんうんうん。死なせーとか。は、いかんよ。でも、ダメですよ。そういう言葉遣いは。そういう言葉は使ってはいけません。うん。ちょっと怖いぐらいだったら多分ありそうだけどね。はい。毎通 DM が来てますので、紹介していきたいと思います。お願いします。フリーダムラジオ、アットワッチーさんからいただきました。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、皆さん、こんばん、サッチー。こんばん、サッチー。早速ですが、スポーツあれこれですが、中学生の時代、陸上部でした。おー。大会に出場した時の話ですが、自分は100メートル走にエントリーさせて、
全力で走ったんですが、なんとゴール直前で、ずっこけてしまい、軽い怪我をした上に、顧問兼監督から叱られるという結末が、でございました。そこは黙ってよ。なんか、あれだな。なんか、100メートルだったら確かに、あ、でも、ゴール直前でずっこけるのは痛いね。あの、スパイクがかかったりとかするんですよね。あー。であと、足がこう、絡まってもつれて、はいはい。ちょっともう回転に追いつけなくなってとかって方結構多いんですよ。私も、小6の時に、この、市内大会、小学校の、この、対抗、小学校ごとのなんか市内大会があって、100メートル、あ、400メートルリレーに出たんですよ。はい。で、出て、最初の頃は、なんだろう、なんか、スタートがいいから最初は一番手って言われたんですけど、はい。嫌だっつって、私は。絶対や、スタートや、絶対や、いやっつって。拒否りに拒否りまくって、はい。2番手になりました。2番エース区間じゃないですか。2番手で、なんか、お母さんがたまたま見に来てたみたいで。はい。で、あんた1位だったよって言ったんだけど。はい。その後の3走、4走で、はい。3走からアンカーにバトンパスするときに、はい。リレーゾーンってあるじゃないですか。はいはいはい。あれを一歩オーバーしただけな、だけだったのに、失格ってみなされて。はい、失格ですね。そう。ありゃもったいないと思って。私たち、1位だったもしかして、みたいな感じだ、はい。なんか、なんだろう、3走、4走のアンカーも、はい、タイミングは取れてたんですよ、練習の時までは。はい。4走の子が急に速くなっちゃったんですかね。多分そうだと思う。もう気持ちが入って。入って。うわ、待てって言う暇もなかったんでしょうね。多分そうだと思う。多分なんか、印つけるじゃないですか、はい、あります。あれを、ちょっと早く見たかもしれないね。ああ、それもあるかもしれないですね。うん、で、私の時、2層目の私と3層目の子が、結構息が合わなくて。はい。で、本番、頼むからちょっとゆっくり走ってよ、ゆっくり走って、ガーって走っていいからって言ったから。で、その、本番では良かったんですよ。はい。まさかのアンカーとの、トラブルでーって。まさかのでしたね。僕はスタートばっかりだったんで。ああ。僕も結構本番早くなるタイプだったんで。はいはいはい。逆にスタートでよかったなっていう。ああ。そう、乱れがないんで。確かにね。最悪詰まって渡せるんで。うん。言えてる言えてる。沖縄大好きさんから今週も来ておりますので紹介したいと思います。ありがとうございます。気まぐれネーム沖縄大好きさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。サッチーさん、キャンさん、こんばんは、サッチー。こんばんは、サッチー。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、先週の、大好きを叫ぼうの収録の時、不思議な光景を見て、改めて、角さんの分まで生きようと誓った沖縄大好きです。テーマ、スポーツあれこれパート2。スポーツあれこれ、バドミントン面白いですよね。確かに。羽をラケットに打ちまくって勝負。最初は慣れませんが、やっていくと楽しいっすと来ております。確かに楽しい。楽しいですよ。でも、ああ見えて、球技界最速のスポーツですかね。でしょうね。シャトルの初速 300? ああ、早い人ではそうですよね。はい、ぐらい行くって言ってましたもんね。初速は。私、なんだろう。この、高校の同級生の友達、3人ぐらいがバドミントン部で、もっと中学生の時だったかな。なんか結構、バドミントン強かったんですよ。はい、このラケット持つ系、卓球とか、はい、もう結構強くって、なんか、私の時めっちゃスマッシュ打ちまくってくるんですよ。体育の時であろうが、遊びの時であろうが、私返すだけみたいな感じでいつも遊んでましたね。拾ってくれるから楽しくなっちゃうんでしょうね。あー、なるほど。そういうことか。はい。
キャスの方がいろいろ来ておりまして、どっから行こうかな。カープボーイさん、そういえば小学生の時にバレー部しかなかったから、5人ぐらいでバスケ部に入る、あ、作ろうかなって、グラウンドの外のコートとか練習してたから、体育館がバレー部使うから、いろいろなことしたけど、結局バスケ部できなかったって来てますね。カープボーイさんは、バスケ部作ろうって言ってたじゃないですか、今。私が高校の時に女子サッカーを作ろうっていう話がちょろっと出たんですよ。同級生同士で。はい。だけど、やっぱ人数揃えないといけないっていうのもあるので、うん、なんかしれーっとなくなりましたね。話が。僕は高校生の頃に、はいはい。僕の一個下の世代の子たちが、うんうん、女子サッカー部作ってやってるの見てみましたよ。3人ぐらいで。おー。もともとサッカー部のマネージャーの子たちだったんですけど、はいはい。自分たちもやりたいってことで、うんうんうん。いや、すごいな、頑張ってるなって思って、その当時見てたので、はいはいはい。今、小座って女子サッカーの強豪じゃないですか。うん。三里高校も強豪だけどね。はい。だからその三里小座がこうやって強豪になってる、そのスタートを見れたっていうのはなんか胸が熱くなりますね。ああ、あの子たちのこの、なんていう、頑張って作った部活がここまで強い部活になってるってなんかすごいなって思います。武蔵さん来ております。サッチーさん、ミキサーのキャンさん、リスナーの皆さん、こんばんはしょーい。こんばんはしょーい。ラジオ収録&生配信お疲れ様です。と来ております。旦那のリクカイクーさんも来ておりますね。こんばんみ。なんでここが多いぞ。僕は小学校の1年から野球部、5年生からはバスケとバレー部の掛け持ち、中学生の時は駅伝部だったな、タバコ吸ってるのバレてだいぶしたけど、って来てます。旦那のリッカイクーさんも意外とあれなんですよ、スポーツマンなんですよ。おー。走るの早いし。はい。まあ、バスケは一回もまだ一緒にやったことないんで、何とも言えないんですけど、はい、いろんなことをやってたよって言って本人言ってましたね。リクークーさん、今度一緒に走りましょうね。走れってよ、リクーさん。カープボーイさん、中1の時に運動会のクラス対抗リレーでアンカーやったんだけど、勝てるかなと思って一番前走っていたら、教育実習生の大学生が後ろから抜いてきよった。大人げない爆笑って言ってます。まあ、大人は負けたくないですからね。まあね。カトベさん、あれ、バドミントンの人って将棋の将棋士並みの先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 まで読むって話でしょ。早すぎるなーって言ってます。確かに。まあ、こう打ったらこう返ってくるはずだから、そこをそうやって返して、こう拾ってきたところを、まあ、こうやってシャトルを、まあ、ちゃんと叩きつけられる角度で来るだろうな、とかっていうことですかね。ですね。はい。リクカイクーさん、運動会では常にアンカーだったよ、って来てます。私は、私も大体アンカーやってましたね、運動会。僕もアンカーやるようになったのは中学校2年生以降でしたかね。だから、中学校1年生の時に、はい、運動会の100メートル出場して優勝したんですよ。お部活生もいる中。はいはいはい。それで、あいつ足早いってなって、うんうん、で、なんか、対抗リレーとかはアンカーやるようになりましたね。帰宅部なんですけど。あれあれあ、だから、帰宅部のくせにあいつ早いってなってました。なるほど。私、あれだったな、中学校、1年生の時か。たまたま、校内陸上で、はい、なんか、見かけた時に、他の、なんか、1500? はい。一回走ったんですよ。中学校1年生の時、部活入ってないのに。で、それでもう、失速しちゃって。でそこから私は長距離向けではないって思ったんで、はい、2年生からは200とかに出るようにしましたね。
いやー、でも200も結構大変ですよ。200大変だけど。200走れる人ってちゃんと陸上できる人ですよ。私、じゃあちゃんと陸上できるってこと。はい。で、それで私、3位以内とか入ってましたよ。めっちゃ。おー、すごーい。で、なんだろうな。まあいいや。そろそろ来週のテーマ行きましょう。はい、お願いします。来週のテーマは、好きな漫画、アニメ。いっぱいあるー。いっぱいあるー。いっぱいあるー。というのも、これ、ワッチーさんからの情報なんですが、はい。オンエアの11月3日が、はい。文化の日以外に、漫画の日。そう。あ、そうなんですね。そうなんです。もう、そうだよーって言ってたので。兼ねてるんですね。そう、兼ねてるみたいなので。なので、ちょっと話が盛り上がるだろうということで、好きなアニメや漫画ということにいたしました。いいですね。ちょうど私が、あれかな、収録する、何日だ、10月の28は、あれなので、ということで、お時間になっちゃいました。はい、ではまた来週お会いしましょう。お相手はさっちーと、ゆきさんのキャンでした。じゃあねー。バイバーイ。アドレスはあれです。私、番組専用のアドレスです。武蔵さん、多分私の X 見ると、アドレスわかりますよ。ありがとうございました。で、タコバさんが、あれ。ちょうどあれなんですよ。漫画、アニメでやるときに、ちょうど、なんだ、ハロウィンウィーク、かぶるので、ちょうどいいかと。いいですね、確かに。うん。ハロウィンウィークが重なるので、今回。ちょうどいいかなと思って。ハロウィン、ハロ、ハロウィン。モホリク、モホリク。あ、懐かしい。懐かしい。サリーちゃんだ、サリーちゃん。サリーちゃんだ、サリーちゃん。子供の時におばあちゃんが借りてくるビデオがそれぐらい古いやつばっかりでした。今思えば全然世代じゃねえ。サリーちゃん見たの子供といえば漫画とか仮面ライダーでしょぐらいの感じで、昔のやつ借りてくるんですよ。だから、ウルトラマンも初代ウルトラマン見てますし。胸につけてる。すごい。マークは流星。めっちゃ懐かしい。めっちゃ懐かしい。だから、サリーちゃんもバリバリ見てました。ええー、いいね。私。魔法に行く魔法人よ、もれやにゃにゃ。魔法の国からやってきたサリー。エッグアップボーイさんがサリーちゃん懐かしいっていう年齢じゃないでしょ？あれ、確か白黒じゃなかったか？なかったっけカラー、もうあったっけあれ多分途中からカラーになったんだと思うんですよ。あー。サリーちゃんって。はいはいはい。カラーもあったよって高尾さんが。本当に、あれですよね。鉄腕アトムに並ぶくらい結構古いアニメですね。はいはいはい。でもあの当時から魔法少女って設定あったのすごいっすよね。うんうん。考えたら。確かに。確かに言えてる。そりゃ魔法少女系って伝統になるよ。言えてるね。そりゃプリキュアも流行るよ。そういえばなんか今日プリキュアだったかなんだったかなBS で、今日か。昼ぐらいやってたみたいですね、BS。そうなんですね。うん。なんだったかな僕ら世代のプリキュアっていうよりはもうあれですけど、お邪魔女ドレミとかですね。ああ。カードキャプターさくらとか。はいはいはい。確かに。びっくりびっくりどんどん、新八から湧いたらどうしよう、どうするそう、なんか、アニメとかはね、私、一瞬思いついたのは、ムーミンですね。あー、ありました。ねえ、ムーミン。こっち向いて。恥ずかしがらないで、ですね。そうそうそう。懐かしいですね。パーマン、に憧れた。パーマン懐かしい。それ飛べますもんね。飛べる、飛べる。飛べる、飛べる。ということで、お時間ですね。はい。ではまた来週。バイバーイ。